あなたのその不満を解消するのに転職が本当に必要ですか？滑らないキャリアエージェント代表の末永です。今回は絶対に後悔する転職理由について、今まで4000人以上の転職者の支援をしてきた転職エージェントとしてご紹介させていただきます。このチャンネルでは理想のキャリアを実現するための情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。皆さんは今の職場に全く不満を感じていないと言えるでしょうか？この動画を視聴されている方の中には、今の職場が自分に合わなくて、このままここで働き続けて良いのだろうかと漠然とした不安に駆られている方も少なくないかと思います。特に職場の人間関係や給料などの労働条件に不満があると、仕事のモチベーションや私生活にも影響が出てしまうため、不安がさらに強まってしまいますよね。しかし転職という決断は自分の人生を左右する大きな選択であるため、今の職場にとどまるべきか、それとも新しい環境に飛び込むかを決断する前に、後悔しないためにも絶対に押さえておくべき重要なポイントがあるんです。実際転職を決断する際に、このポイントを見逃してしまうことで、せっかく転職したのにもかかわらず、こんなはずじゃなかったと入社後後悔してしまう人を転職活動の現場でたくさん見てきました。この動画では転職をしてからそのような後悔をしてしまう方を少しでも減らすためにも、絶対に後悔する転職理由を5つ、気をつけるべきポイントと合わせてお伝えします。自分の選択に自信を持ってキャリアステップを進めるためにも、ぜひ最後までご視聴してくださいね。では早速ご紹介します。まずはじめに絶対に後悔する転職理由の1つ目は、人間関係が悪かったです。現職での人間関係に問題を感じ、次こそは良い環境を見つけたいと強く思い、面接で関わった社員の人柄に惹かれて転職を決める人が多いのではないでしょうか。しかし実はその直感だけで転職を決めるのは危険なんです。というのも、面接で関わった社員の方は実際にあなたと日常的に働く同僚や上司とは限りませんし、会社全体の雰囲気や実際の人間関係は入社してみないとわからないのが現実です。特にベンチャー企業のような変化が激しい環境では、現在の社風と将来の採用計画にギャップが生じる可能性もあります。もちろん面接で感じた印象は大切ですが、それだけで判断すると入社後に、こんなはずじゃなかったと後悔することがあります。転職を検討する際は、人間関係だけでなく自分のキャリアビジョンに基づいて逆算して企業選びをする視点も忘れてはいけません。その上で、今の職場で得られる経験が将来に役立つものであれば、まずはその環境で努力することも一つの選択肢です。それでも転職が必要だと判断する場合は、転職希望企業の職場の雰囲気を知るために会社訪問や他の社員との面談を依頼するなど、事前にしっかりと調査を行いましょう。こうした準備を怠らずに慎重に判断することが転職の成功への鍵となります。絶対に後悔する転職理由の2つ目は、年功序列の社風で成長機会がないです。現職ではどれだけ成果を上げても、年功序列のため勤続年数が長い先輩を超えることができないと不満を抱き、若手でも成長できるベンチャー企業に移りたいと考える方は多いでしょう。しかし年功序列が嫌だからという単純な理由でベンチャー企業を選んでしまうと、後悔する可能性が高いことに注意してください。確かにベンチャー企業では成果主義の文化が根強く、若手にも大きなチャンスが与えられることがありますが、全てが順調に進むわけではありません。裁量権が与えられることで自分自身を成長させる機会が増える一方で、結果を出さなければ評価されない厳しい現実もあります。また教育やサポート体制が十分でない場合、自ら成長の機会を見つけて行動しなければならないこともあります。このような環境で成果を出せないと、成長どころか逆に不安やプレッシャーに悩まされる可能性もあるでしょう。そのため、単に年功序列が嫌だからという理由でベンチャー企業を選ぶのではなく、自分にとって本当に必要な成長環境が何なのかを明確にすることが重要です。自己分析を徹底し、自分のキャリアビジョンや目標に合った最適な成長環境を選ぶことで、後悔のない転職を実現できるでしょう。絶対に後悔する転職理由の3つ目は、年収が上がらなかったです。現職で努力して成果を出しているのに給料が上がらないと感じ、不満を抱いている方も多いでしょう。どんなに自分の好きな仕事であっても、給与が上がらなければやりがいを見失ってしまうのは理解できますよね。
しかし給料が上がらない理由をしっかり理解していますか？単に会社が評価してくれないと感じるだけでは本質的な改善にはつながりません。給料はあなたのスキルや経験が会社の売り上げにどれだけ貢献しているかで決まることが多いですが、会社全体が赤字だったり評価制度そのものが昇給につながらない場合もあります。そのため給料が上がらない原因を正しく理解し、それが今の会社で正当に評価されているかを見極めることが重要です。またもし今の業界が衰退していると感じ、成長業界に転職を考えている場合も注意が必要です。未経験の業界に転職することで短期的には年収が下がるリスクがあります。本当に年収を上げるための転職を考えるなら、今の会社で得たスキルと転職先で求められるスキルの両方を考慮し、長期的な視点でキャリアアップを目指すことが大切です。このように短期的な年収アップを目指すのではなく、将来のキャリアビジョンを見据え、自分の強みを生かして長期的に成長と年収アップを両立できる企業を選ぶことで、後悔のない転職を実現できるでしょう。絶対に後悔する転職理由の4つ目は、やりたいことができなかったです。これは入社後に希望する部署に配属されず、この仕事がしたいわけじゃないのにと不満を抱いて退職する方によく見られる理由の一つです。自分の理想とする仕事ができないとフラストレーションを感じ、モチベーションも下がってしまいますよね。しかし企業側も会社にとって一番必要な人材を適切な部署に配属させるため、一人一人の要望を初めから受け入れることは難しいのが現実です。そのため、せっかく転職したのに再び同じ理由で転職を検討することにならないように、やりたいことを実現するためにキャンとマストを達成できているかを確認しましょう。言い換えれば、自分のできることを増やし、会社が求めることに応える状態を作った上で、現職で成果を出し信頼を築くことがファーストステップです。このキャンとマストを実現する考え方が現職で成長機会を得るための鍵となり、結果として自分のキャリアを着実に前進させることができるでしょう。さらに、やりたいことの言語化ができていないまま転職してしまうと、思っていたのと違うと転職後にギャップを感じることが多くなります。なぜその仕事をやりたいのか、自分の強みをどう活かせるのかといったように、やりたいことを具体的に考えることで、本当に自分が求めているものを明確にし、それを実現するための行動を取るようにしましょう。絶対に後悔する転職理由の5つ目は、今の仕事が自分に向いていないです。現職で成果が出ず、今の仕事は自分に向いていないのかもと自信を失っていませんか？特に若手の方は成果がなかなか出せないことに不安を感じ、転職を考えることも少なくありません。しかし経験やスキルがまだ十分でない段階で向いていないという判断をし転職を決断してしまうと、同じ理由で後悔する可能性があります。また自分の強みを把握しないまま転職しても、同じような悩みに直面するかもしれません。今の仕事で自分の強みを活かせていない場合、それを理解しないまま転職しても状況は改善されず、何度も転職を重ねることになってしまうことがあります。だからこそ自己分析を通じて自分の強みを明確にし、それを活かせる最適な職種や環境を見つけることが最も重要です。自分の強みを見つけることは簡単ではありませんが、それを怠ると何度転職しても満足できる仕事には出会えないかもしれません。自己分析をしっかり行い、自分の強みを理解した上でキャリアを選ぶことで、自分に向いていると心から思える仕事を見つけることができるでしょう。いかがだったでしょうか？今回は絶対に後悔する転職理由を5つに分けてご紹介しました。動画でお伝えした通り、後悔しない転職をするためには、現職で不満を感じた際にすぐに転職を検討するのではなく、自分のキャリアビジョンから逆算して本当に必要な選択を慎重に考えることが大切です。そのためにも自己分析をしっかり行い、自分の強みを明確にして、それを活かせる業務や職種を理解し、自分のキャリアビジョンに合った最適な選択をすることが重要になってきます。ただそうは言っても、自己分析をやってみたけどキャリアビジョンから逆算して企業を選ぶのは難しい、そもそも自分一人で正しい自己分析をやれているか不安といった悩みを抱えている方もいらっしゃるかと思います。そんなあなたの不安を解消するために、弊社のキャリアコーチングサービス、マジキャリをご利用ください。自己分析や転職相談はもちろん、キャリアに関する悩みにも真剣に向き合います。
現在初回60分の無料相談を実施中ですので、ぜひ概要欄の URL からチェックしてみてください。この動画が参考になった方は高評価とチャンネル登録をお願いします。取り上げてほしいテーマがある方はコメント欄でお知らせください。それでは次回の動画でお会いしましょう。